五郷塚遺跡五郷塚遺跡は、石川県野の市市五郷塚一丁目で発見された、縄文時代後期から、晩期の遺跡である。五郷塚遺跡金沢駅金沢西、IC 白山 IC 野の市駅金沢平野に位置し、周囲には同じく縄文遺跡として、著名な近森遺跡、中屋遺跡、米泉遺跡などが位置する。1954年に、地元の中学生が、 打声石符等を発見し、遺跡が発見される。翌1955年から石川考古学研究会によって発掘調査が行われた。多くの遺物が出土し、北陸地方の縄文時代晩期前用の土器形式、五教塚式や妖怪地新保式の土器を合わせて検討して設定が設定されるなど、北陸地方縄文後晩期の土器変年の基礎が確立した。 また、この発掘では、魚物石器が初めて湿度状況が明確な状況で湿度した。その後、大規模開発等に伴って、発掘調査が重ねられたが、膨大な遺構や遺物が見つかったことから保存が図られ、1977年3月8日には、国の史跡に指定された。周辺は、史跡公園として整備されており、復元された縦穴式住居などがある。 出土した品は主に石器で土掘り具と見られる惰性石符が多く出土し、石賊やスクレーパーなどが目立つほか、巨物石器、石棒といった再使用石器も多く出土している。出土した品は2010年6月29日に五郷図解析出土品として重要文化財に指定されている。ありがとうございます。